皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、安倍元首相が生前に語った首相の時は言えなかった話がありました。それは安倍さんの遺言ということになりますので、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それではこちら、夕刊フジの記事です。国葬の朝に考えた、祖国をどう守るのか考えろ。安倍元首相の遺言、生前語った、首相の時は言えなかった、核共有めぐるリアルな話について、今回はですね、平井文雄氏はフジテレビ報道局解説員です。その平井氏がですね、生前安倍さんに首相の時には言えなかった核共有をめぐる話を聞いたと。これはですね、今から思うと非常に興味深い話です。おそらくこれは遺言でしょう。間違いなく日本のための遺言になります。それでは記事に参ります。安倍晋三元首相の国葬儀が行われる9月27日朝、この原稿を書いていると。そして私たちに何を言い残したかを今書いておきたいのだと。国葬儀の朝に、おそらく平井氏は思い出したんでしょうね。そこでどんな話だったのか、安倍氏が亡くなる2ヶ月前、ゆっくり話を聞く機会があった。ちょうどロシアがウクライナで核を使用するのではないかという懸念が高まっていた頃だ。今もそうですよね。そしてある学者が、ロシアが小規模の核を撃ったら、米国も撃ち返さざるを得ないのではないかと発言したのが話題になっていたので、そのことを安倍さんに聞いてみたと、非常に興味深いですよね。しかし安倍さんは、米国は撃たないよと、即答されたそうです。いや、非常に意外ですよね。しかも考える素振りもなく即答したと。そこでなぜなのか、安倍さんは核の拡大抑止にならないし、何千何万人が死ぬのに米国は撃てないと断言したと。そして安倍氏はその頃主張していた核共有について話し始めました。ちなみになんですが、こちら NHK の記事です。2022年3月3日の記事です。核共有安倍元首相、現実直視し日本も議論進める必要があると。これはですね、3月3日の安倍派の会合で、アメリカの核兵器を同盟国で共有して運用する核共有について、NATO に加盟している複数の国で実施されているとして、ウクライナが NATO に入ることができていれば、ロシアによる侵攻はおそらくなかっただろうと指摘していたと。そらそうですよね。おそらく NATO に加盟していたら、核共有していたと思われますので、そうなるとロシアは攻めてこれないと。そして NATO に加盟している国にロシアが侵攻すれば、加盟国全員で反撃することになっているので、それはロシアは攻めれないでしょうね。その上で、我が国はアメリカの核の傘の下にあるが、いざという時の手順は議論されていない。非核三原則を基本的な方針とした歴史の重さを十分噛み締めながら、国民や日本の独立をどう守り抜いていくのか、現実を直視しながら議論していかなければならないと。その通りですよね。一応は非核三原則を今まで堅持してきたので、その歴史を軽視せずに、十分に考えながら、このアメリカの核の傘が、いざという時に本当に機能するのかどうか、その手順がまだ決まってないんですよね。なので、手順ぐらいは議論しておかないといけませんし、それを議論することが抑止力になるんですよ。もうこうなったら自動的にアメリカの核を使いますよと。それを全世界に言っておけば、それだけで抑止力になるんですよね。それすら決まってないので、その議論をしておかないといけないと、非常に重要な指摘をされてました。これはですね、核のない世界を歌ってる岸田首相にはできません。あくまでも理想論ですから、そんなことを言ってたらできませんよね。アメリカの核の傘で守ってもらってる日本の首相が、いやいや、核のない世界が素晴らしい、そんなバカなこと言ってるんですよね。しかしそれではウクライナと同じように国を守れませんので、安倍さんが岸田首相の代わりに言ったと。一方で共産党の新委員長がツイッターで、プーチン大統領のようなリーダーが選ばれても、他国への侵略ができないようにするための条項が憲法9条だと、バカなことを主張したことについて、安倍さんは、問題は武力行使を厭わない国が隣にある場合であり、C 氏が言ってることは空想の世界だ。
空想にとどまって思考停止なのかと感じるとぶった切りましたよね。憲法9条があればプーチン大統領のような人間が日本にいても侵略しないので大丈夫だと全くもっておかしな話ですよね。いや、プーチンが隣にいるんですよと何を言ってるんだという話になりますよね。全くもってファンタジーですよ。そして戻りまして、プーチンがウクライナで核を使用してもアメリカは反撃しないと、何千何万人が死ぬのに米国は撃てないと、それはなぜなのかなんですが、まずドイツは核を持たないが米国と核共有しており、ロシアから核攻撃されたらドイツ機の飛行機にアメリカの核を積んでドイツ人パイロットが米国の核を撃つことになっていると。そしてここが非常に重要な話です。安倍氏が首相の時になんと日本もアメリカに核共有を申し入れたが、アメリカが私たちがやりますからと断られたそうです。いや、非常に驚きですよね。一応安倍さんはアメリカに核共有ができないかどうか聞いたと。しかしアメリカは日本にまだ核を持たせたくないんでしょうね。私たちがやりますからと断ったそうです。しかし安倍さんはそれを額面通りには受け取らなかったと。なぜなら安倍さんは米国は自分の意思で何千何万人の人の命を奪って後から批判されると分かっていることはできないと。そしてですね、そこでもう一度何千何万人の人という言葉を使った。そして私たちがやりますからという米側の話は嘘だというのだ。非常にリアルな話だったと。そして安倍氏は最後に首相の時は言えなかったので今言っていると付け加えたそうです。つまりどういうことかと言いますと、私たちがやりますからと一応建前はあって、日本が核共有をすることは認めないと。しかしですね、私たちがやりますからということは日本が核攻撃を受けた時にアメリカは反撃をしないといけません。しかしですね、民主主義の国というのはもし核を使って何千何万人の民間人の命を奪ってしまうと後で世論が反発するんですよね。そして議会と政府の判断は間違っているんじゃないかと世論から批判されて支持率が落ちるということになります。そうなると政権が持てないので、それを考えると打てないのではないかと。昔のですね、広島長崎に原爆を落とした時の状況とはちょっと違いますよね。今の方が民主主義が進んでいるので、それを考えると撃つことはできないのではと。なので安倍さんはアメリカが言った私たちがやりますからという話は嘘だと建前上言ったのではと思っていると。それをですね、首相の時は言えなかったので今言ったと。非常に興味深いお話ですよね。そして確かにロシアがドイツを核攻撃すれば、ドイツは米国と相談してドイツ機でドイツ人のパイロットがロシアに核報復することを分かっているから、ロシアはドイツを核攻撃しない。これがまさに拡大抑止だと。だが日本が第三国に核攻撃されても反撃するかどうかは米国が日本には相談せずに勝手に決めるのであれば、第三国には日本を核攻撃していいのか悪いのかわからないと。つまり拡大抑止はきちんと機能していないことになると。なのでですね、安倍さんがいざという時の手段は議論されていないので、それをまず議論しましょうよと。それがですね、拡大抑止になりますよということになります。つまりドイツの場合はアメリカと相談してドイツ機でドイツ人がロシアに核を多くする手順をロシアが分かっていると。しかし日本はアメリカが日本に相談せずに勝手に決めるかどうか分からないと。その手順が決まってないので報復するかしないかが分からないと。なので日本の場合は拡大抑止がきちんと機能してませんと、それを言ってるんですよね。そして安倍氏は日本を取り囲むロシア、中国、北朝鮮が核武装しているから日本も同じことをしろと言っているわけではないし、ドイツのように米国の核を自分で撃てとも言っていないと。黙っていても米国が守ってくれるとは限らないということを言っていると。これは台湾有事でも同じです。なのでですね、この今手順も決まってない中で
日本が核攻撃をされたら黙っていてもアメリカがアメリカ本土から核ミサイルを撃ってくれるとそうとは限らないと言ってます。つまり核ミサイルを撃ってしまうと次はアメリカに攻撃が来ますよね。まずはアメリカ世論が賛成するかどうかわからない。そしてアメリカが報復対象になってしまうのでそれをするかどうかわからないと。なので手順を決めましょうよと言ってるんですよね。そして悪い奴らが日本を攻撃してくるかもしれないから守りを固め、やられたらやり返すという意思をはっきり奴らに示せ、そしてそのことを軍事同盟を結んでいる米国とリアルに協議しろと言っているのだと。まずは米国と手順を話し合うことですよね。まずは日本は防衛費を増額して守りを固めて、そしてミサイルも保有して、やられたらやり返すぞと。その意思を示して、さらに米国と手順を確定すると、それが抑止になります。そのことを安倍さんが言っているということです。これは安倍氏から私たちへの遺言だ。安倍氏は私たちに祖国をどうやって守るのかきちんと考えなさいと言っていると思うのだと。全くもってその通りですよね。この安倍さんの遺言を大切にして、岸田政権が本当にやるかどうか、我々国民がウォッチしていかないといけません。そして動いていなければ声を上げて動かさないといけません。それが民主主義ですので、また岸田政権がおかしな方向に行こうとしましたら、動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。